ピッコロさん、ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいるんだ。うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか。それもあります。でもこれからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどな。どうやら俺が気を揉む必要はなかったようだ。え？倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考えていた。もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでもした場合、勝てるのはお前だけだろう。だからお前が気を抜いているようなら勝つでも入れようかと思っていたところだが、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか。ただスーパーサイヤ人の状態でいるだけではないんだろう。それがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では得られないだろう。だが心の強さは別だ。心の強さですか。孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしご飯、やはりお前はまだまだ甘さが残っている。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったらセルを自爆させることもありませんでした。でもどうしたらいいんでしょう。そうだな、これは劇薬かもしれんが、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど甘えに厳しい男はいない。他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から何かヒントが得られるかもしれん。わかりました。ベジータさんに手合わせを頼んでみます。よし、ベジータさんのところへ行こう。何の用だ。手合わせをお願いできませんか。お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから、僕はもっと強くならなきゃいけないんです。お父さんの代わりに僕が平和を守っていかなくちゃいけないと思うんです。ふざけるな。カカロットが死んだのが貴様のせいだと、カカロットの代わりだと、うぬぼれるのもいい加減にしやがれ。え、その腐ったれが。もう戦わんつもりだったが気が変わった。来い、貴様をぶちのめしてやる。カロットの代わりになれるのか確かめてやる。はい。この程度でビビるんじゃねえぞ。どうした。奴のパワーはそんなもんじゃなかったぞ。果
頭だ。もっと本気を出しやがれ。セルの野郎をぶっ飛ばした時みたいにな。少しは奴を思い出させよう。ベジータさん。なんでもない。もうやめだ。セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜きやがったな。ことは貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになどなるか。腐ったれ。うん、ベジータさんの言う通りだ。お父さんの代わりだなんてうぬぼれてた。もっと自分を見つめ直さないと。もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。母さんは嫌がるかもしれないけど。こんにちは。ありがとうございます。気が体中に満ちてくるぞ。ありがとうございます。はい。あの、どうしよう。いいよ。はい。はい。ブルマさんの家は大きいから目立つよね。あの、どうじゃ。え？
よかろう。そうじゃ。なんとか勝てそうだな。亀仙人様のとこに行ってみようかな。僕でもなんとか勝てそうだな。僕でもなんとか勝てそうだな。船が沈んでるぞ。やったぞ。珍しい魚が取れた。Hehehe
やっと落ち着いて勉強してくれるだか。じゃあその不良みてえな格好ももうやめてけれ。わかったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。そうか、僕もいつか学校に行くんだな。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスター・サタンが住んでいたことから町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体？あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。